ビルマーン1891年のビルモラン紹介の植物カタログの図版フィリップ・アンドレとビルモランはフランスの園芸家である。父親が創設しビルモランが経営したビルモランは現在も世界有数の農業関連企業である。種苗ビジネスの創業者であるフィリップ・ビクトルド・ビルモランの息子に生まれた。コレージュ・ド・ポンル・ボアで学んだ後、パリで学んだ。 父親の没後、会社を引き継いだ。1810年から何度かイギリスを訪れ、当時進んでいたイギリスの植物の栽培技術を学んだ。1814年にロンドン園芸協会から彼の論文に対してメダルを贈られた。1815年、ビルモラン商会を設立し、後にこの会社はヨーロッパ最大の種苗業者となった。 パリ郊外のベリエコール・ルイコール・ビュイッソンのルイ14世の資料場を購入し、私立樹木園のアーベリートム・ビルマーンを設立した。1821年にはバレスに283ヘクタールの広さの土地を購入し、松や菓子の研究が可能な実験林を備えた。この実験林は現在はバレス国立樹木園の一部になっている。A フィルムは、 植物の学名で命名者を示す場合に、フィリップ・アンドレド・ビル・モランを示すのに使われる。ありがとうございます。